14日土曜日は星占い的にとても幸運な日だったらしい。それをコンビニの占いの本で知ってずっと覚えてた。当日はとても良い日らしいけど何があるんだろうって少しそわそわしてた。でも昼過ぎくらいにこれいつもと同じじゃない？特に良いことは起こらないけどと思ってがっかり。だけどよくよく考えてみると、いつもと少しずつ違ってた。いつもと同じ道を歩いたけど、暖かくて散歩にぴったりだった。散歩中の犬が近寄ってくれたし野良猫は写真を撮らせてくれた。水中に潜って魚を捕ろうとする鳥を見つけた。いつもと同じ店に買い物に出かけたけど、いろんなものが安く買えた。珍しいものをたくさん食べられた。いっぱい歩いて疲れたけど、なんやかんや楽しかった。運転中いつもは苦手な道もスムーズに進めた。他にもいくつかあった。どこかに遠出したわけでもなく、運命的な出会いがあったわけではなかった。何気ない一日だったけど間違いなく幸運な日だった。何でもないようなことがこんなにも幸運だったなんて。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。